95式野砲は、1930年代中期に、開発、採用された大日本帝国陸軍の野砲。第二次世界大戦では、改造38式野砲、機動90式野砲とともに、帝国陸軍の主力野砲として運用された。1945年3月、ビルマ戦線で、イギリス軍に露隔された95式野砲。 東南アジア地域連合軍総司令官、ルイスマウントバッテン海軍中将と共に、従来の90式野砲は高性能ながら、放射重量が高く、倍質牽引の場合、従来の改造38式野砲と同じ六等番営では、当時考えられていた、宴会集方面の森林地帯、湿地帯などを突破することに難があった。また、牽引車を使用する、機械化牽引では、 各士団の野砲兵連隊にこれを配備せねばならず必然的に多数を整備せねばならないという野砲の性質がそれを阻んでいた。士団砲兵に牽引者をあまねく配備維持することは当時の陸軍にとっては経済力の観点から過大な負担であった。そのため実戦部隊側が要請する長射程野砲の整備を考慮しつつ最大射程を多少減らしてでも 改造38式野砲の機動性を引き継いだ軽量野砲として参謀本部の主導により新規に開発されたものが本砲である。1933年10月7日の陸軍軍需審議会での権威に基づき同年11月29日付陸密第608号により試作開始が発令された。改造38式野砲の更新は 急を要する問題と考えられたため設計作業は急がれ、1934年8月には早くも施政法2問が完成している。若干の重量課題と射撃時の安定不足が見られたため改修を施し、1935年5月に改良法が完成、実用試験を経て優秀と認められ、1937年に仮正式制定を経て、 正式制定を受けた。弾薬は完全弾薬等方式で、38式、野四41式機砲、改造38式野砲と共通であり、薬室長イコール薬協調の違いから、弾頭部を除いては90式野四41式散九94式三砲の弾薬との互換性はない。砲そのものの価格が安く、重量は、 改造三38式野砲よりもさらに軽く、維持費の点でも、方針名数約1万6000発と90、式野砲の3.5倍に達するなど、小コスト型野砲としては上々の出来栄えとなった。生産数は少なくとも、約320門以上と推測されるが、当時の陸軍は、ドイツ陸軍及び、アメリカ陸軍の運用方式に習い、 四段砲兵の火力向上のため1930年代、後期頃から、主力火砲を、従来の 75mm 野砲2から3個、大体、10cm 径榴弾砲1個大体、編成から、野砲1個中隊、軽流2個中隊からなる3個大体と 15cm 重、榴弾砲1個大体に改変する計画を立て、 ヤホーの生産を禁縮し91式重流の量産に努めていたため、改造38式ヤホーを完全に更新することはできなかった。佐山二郎、日本陸軍の加砲ヤホー参を P243。昭和17年10月末時点で318問生産。それ以降の生産数は不明。佐山二郎、 大砲入門陸軍兵器徹底研究 P147。ありがとうございます。